こんばんは。ジャパニーズデイリーライフポッドキャストのあつしです。このポッドキャストは日本語を勉強している皆さんに向けたポッドキャストです。はい、こんばんは、皆さんお元気でしょうか。今回も海外旅行の話の続きですね。今回は2日目の朝のハプニングかな、ハプニングについて話します。でもその前にですね、実はその前の1日目の夜ですね、ホテルのセルフチェックインがあったんですけど、そのセルフチェックインでも少し手間取りました。手間取るっていうのはうまくいかないってことですね。この間も言ったかな。はい。で、日本だと焦らないんですけど、海外にいるとね、焦りますね。いろいろわからないし、だから電話の仕方もちゃんとつながるのかわからないしっていうのでちょっと不安だったんですけど、結局名前の入力を間違えていただけだったので、無事にカードキーをゲットして入ることができました。で、そして翌日の朝ですね、はい、この日は朝早く6時前ぐらいですね、ホテルを出ました。フランクフルト、ドイツのフランクフルトの中央駅で ICE という、日本の新幹線のような電車に乗る予定でした。それで、今日も朝から一駅ですね、一つの駅電車で移動する必要がありました。で、切符の買い方がわからなかったので、先にねネットで調べて駅に向かいました。で、日本と違って改札がないんですよね。それで駅のホームに券売機、切符を買う機械ですねがあると思ったんですけど、ないんですね。ありません。それでもう一回駅の外に出ました。でもないんですね。ありません。なんでって二人で不安になりながら反対側に回りました。駅の反対側ですねに回りました。ありません。でもエレベーターがありました。で、エレベーターにで上に上がりました。ありませんと思ったらありました。よかったです。っていうぐらい分かりにくいところに券売機がありました。で、急いで、昨日確認した通りに画面をタップして、切符を買いました。それでホームに行ったらすぐ乗りたかった電車が来たので乗りました。なんとか間に合いました。で、それで、無事フランクフルト中央駅に着きました。2人ともお腹が空いてたので、電車で食べるためにクロワッサンとかサンドをね買いました。はい、それでこの ICE に無事乗ることができました。いよいよベルリンへ向かいますというところなんですけど、実はその ICE の中でもまたわからないことが発生しました。ということで、今回はここまでですね。はい、次はその電車の中でのことと、ベルリンの話をしようと思います。最後まで聞いていただきありがとうございます。ではまた。